子供プロダクションチャンネルでございます。この身の方はね、塩引き鮭にしていく予定なんで切っていきます。はい、三枚おろしから切り身が出来上がりました。これは後で塩を振って、でネットというか干物作り用のネットの中に入れて1日ぐらい少し風に当てて水分を飛ばします。まあ本来塩引き鮭は一本まんま作っていくと思うんですが、私の場合はこうやって切り身にしてから塩ですね。この塩はにがり入りとかのなんか天然塩です。これをこうまぶしてですね、裏の方も軽くまぶして、こういう形で作っていきます。これあんまりしょっぱくするとクレームくるんで、まあほどほどにしています。次にこれをキッチンペーパーでくるみます。これに並べていきます。皮付きで美味しそうですよね。重ねていきます。これ塩も振りましたし、キッチンペーパーでくるんでおくと水分出ますからね、乾燥の手間も少し省けます。でさらにキッチンペーパーをかぶせてロールして、さらにキッチンペーパーをかぶせて、こんな感じですね。これをビニール袋に入れます。基
空気をよく抜いて、輪ゴムで封をしまして、冷蔵庫で一晩寝かせます。余分な水分がこのペーパーに吸い取られて身がベチャベチャしなくなるんですよね。はい、一晩寝かせて水分を吸ったペーパーを剥がして網に入れる準備をしたいと思います。塩もしっかり入ってると思います。使用するものは乾物用の網ですね。ホームセンターの中で売ってます。じゃあこれ組み立てて魚入れていきたいと思います。まあ、こういうネットなんですけど、まあ、天井の方から吊るしてね、使用していきます。まあ、くっつかない感じで、ね。大体並べればいいと思います。はい、こんな感じで並べました。本来は寒い時期に気温も低く湿度もない時期に外の風通しのいい場所でやると思うんですが、物置の一角で扇風機を当てて作っていきます。こんな感じで扇風機を当てて風で乾燥させていきます。おはようございます。昨日一晩風当ててた桜マスの塩引き回収してきました。表面が軽く乾いてる感じで十分だと思います。まああまり水っぽいこうベチャベチャした魚好きじゃないんで、まあそういう風に乾燥させてます。まあ軽くですけどね。今はまあ夜になると気温10度より下回りますんで、今のところはまあ問題なくできています。暖かくなったらもうできないですけどね、はい、でここまでできたら、あとこういうチャック付きの袋に、近くで見るとこんな感じです。うまそうな色してますよね。焼くと皮がうまいんですよね。まあ食べやすい数を入れて、まあ私は5切れぐらいかな。まあ一袋冷蔵庫に入れておいて、残りは冷凍保存しています。これを何個も作ってます。空気を抜いて、空気を抜いてチャック、これですね。ちょっと何切れか焼いてみますね。
焼き上がりました。色もいい色してると思います。じゃあちょっといただいてみます。皮もパリパリです。いただきます。大変美味しいと思います。またこの身と皮の間の脂も美味しいんですよね。うまくできました。皆さんも桜マスつったらルイベもいいんですが、ぜひこの塩引きやってみてください。大変おすすめです。飽きませんしね。これせっかく焼いたんで、これから朝飯なんでね、これでご飯食べようと思います。あとこれおにぎりの具材に入れても最高ですから、ぜひ試してみてください。これだとまあ半年以上冷凍保存できますから、長く楽しめると思います。それではまた後ほど、さよなら。これルイボです。桜マスイワナ、これも美味しいです。